歴代史第19章「全イスラエルは系図に載せられたそれはイスラエルの王たちの書にまさしく記されているユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていたところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たちレビビトおよび宮に仕えるしもべたちであった。 エルサレムには、ユダ族、ベニヤ民族、エフライム、及びマナセ族の者が住み着いた。すなわち、ウタイ。彼はアミフデの子、順次遡ってオムリの子、イムリの子、バニの子、バニはユダの子、ペレツの子孫である。シェラ人からは、長子アサヤとその子孫、ゼラフ族からは、エウエルとその同族、690人、ベニヤ民族からは、サル、 彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子、それにエロハムの子、イブネヤ、ミクリの子、ウジの子、エラ、シェファテヤの子、メシュラ、シェファテヤはイブニヤの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族九百五十六人、これは皆、父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。祭司たちからは、エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザルヤ、 彼はヒルキアの子、順次遡ってメシュラムの子、ソドクの子、メラヨテの子、神の宮の司、さ、アヒトブの子。アダヤ、彼はマルキアの子、パシュフルの子、エロハムの子。マサイ、彼はアディエルの子、順次遡ってヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレミテの子、イメルの子。彼らの同族で一族の頭たち、1760人。 彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した力のある人々であった。レビビトからはメラリ族のハシャブヤの子、アズリカムの子、ハシャブの子、シェマヤ。それにバクバカル、ヘレッシュ、ガラル、マタヌヤ。彼はアサフの子、ジクリの子、ミカの子。オバデヤ。彼はエドトンの子、ガラルの子、シェマヤの子。それにベレクヤ。彼は ネトファ人の村々に住んだエルカナの子、アサの子。門営はシャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟シャルムが頭であった。彼は今日に至るまで、東方にある王の門にいる。この人々はレビ族の職営の門営であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子シャルム、その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人は、 その奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子ピネハスが彼らの司さであり、主は彼と共におられた。メセレムヤの子ゼカリアは、会見の天幕の戸口を守る門営であった。入り口にいる門営として選ばれたこれらの人々は、全部で212人であった。 彼らは彼らの村々で系図に載せられた。ダビデと予見者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは主鋭として主の宮、すなわち天幕の家の門を司った。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門営がいた。彼らの村々の同胞は七日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。 その職跡では、彼らは門営の勇士たちの四人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物蔵を司さどった。彼らは神の宮の周りで世を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。彼らの中のある者は、勤めの器具を司さどった。数を合わせてこれらを運び入れ、数を合わせてこれらを運び出した。 彼らの中のあるものは、器具、すなわち聖女のすべての器具と、小麦粉、ぶどう酒、油、乳香、バルサム油の管理を割り当てられた。サーシの子の中には、バルサム油の香料を調合する者たちもいた。デビ人の一人、コラジン・シャルムの長男、マティティアは、その職責として、手鍋の仕事を司さどった。また、ケハテ族の彼らの同胞のうちには、 並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家系のうちの主だったものであった。この人々はエルサレムに住んだ。 ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだその妻の名はマーカその子は長子がアブドンそれにつるキシュバールネルナダブゲドルアフヨゼカリヤミクロテミクロテはシムアムを生んだ彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住みその兄弟たちのすぐ前にいたネルはキシュを生みキシュはサウルを生み サウルはヨナタン、マルキシュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブバール。メリブバールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、タフレア。アハズはヤラを産み、ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモツァを産んだ。モツァはビヌアを産んだ。その子はレファヤ、その子はエルアサ、その子はアツェル。 アツェルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シュアルやオバデヤ、ハナン。これらはアツェルの子であった。